くして仮面ライダー V3 は己の未熟さを知り特訓をすることにした。チビとコウモリを超える力を身につけるため V3 はたった一人で辛い特訓を行うのだ。辛い特訓を耐え抜いた仮面ライダー V3 は新たな必殺技を習得した。その名も V3 キック。この必殺技でチビとコウモリを倒すため V3 は再びあの小学校に向かうのであった。厳しい特訓を重ねパワーアップした V3 はようやくデストロンの怪人チビとコウモリを倒すことができた。だがチビとコウモリよりもっともっと強力な怪人たちが V3 たちを待ち構えているに違いない。頑張れヒーロー、戦えヒーロー、悪の組織デストロンを倒すのだ。